それでは次です。改正同一性障害と、精神疾患で長期にわたって内服治療で管理されている方が、妊娠した場合に内服は妊娠のため減薬となっていくのでしょうか。また減薬となった場合、どのような症状が出てきて、どのように支援をすると妊娠期を安全に過ごすことができるでしょうか。というご質問でございました。これに関してはですね、私と小谷先生と両方で、答えようかと思います。例によって僕はパワポを使いながら話をさせていただきます。よいしょ。先ほどですね、小谷先生からご紹介があったガイドではですね、小谷先生と私は、妊娠の前に妊娠を望んでらっしゃる方にどうするかということを、まず書いたんですが、要するにできるだけ、妊娠前に、可能であれば、妊娠前に薬剤の変更を行っておくと。で、それから妊娠前の3ヶ月間は精神学的に安定していることを確認してから妊娠に入ってくださいねというふうにお願いします。ここら辺が、妊娠前に来ていただくと非常にありがたいんだなということになるんですが、それから、エビデンスっていうのはね、ならないんですか、この領域。難しいんだけども、探せばどっかにあります。とにかく、胎児の方が暴露される薬剤数は最小限に抑える。チームアプローチ。要するに、精神科医だけでこんなことはやらずに、産科の先生や小児科の先生とも連携しながら、スタッフとも、あるいはご本人、ご家族によく理解をしていただくと。ここはまた大事なんですが、当事者の方がこちらの医療者の勧めに反、まあ、なかなか、これはちょっとっていう時も、そのお考えはサポートすると。その考えを尊重して支えをすると。チームアプローチと妊娠中に精神疾患を治療しないリスクに関する情報の提供はする。情報を提供して一緒に考えていくということになります。それからですね、お薬、いろんな薬があるんですね。これ FDA というですね、アメリカの場合ですが、一応こういうカテゴリーにいくつか分けていて、実は妊娠中に非常にこれはどうも、がんですよと X となってますけどね、いうふうに言っているのもあれば、そうそう、危なくないよというところまで一応分けています。それからもう一つは時期なんですね。妊娠前後っていうのは影響がほとんど問題ない、オールアノンという時期です。一番、期間が形成されて、絶対的な過敏期っていうのは4から7週だと。で、8から15週は影響少ないが、携帯異常の可能性のある時期で、16週を超えれば携帯異常の可能性はないと。ただし、お子さんが搬出されるときに、この薬残っていたりすると、お子さんの方に影響が残ったりするので、新生児だと。それは小児科の方にきちっと連携を取っておくことが必要である。それから妊娠中は、血小量が増加したり、体脂肪を増加したり、いろんなお薬の、体内動態が変わるっていうことも分かってやっていかなきゃいけませんよと。それは実は、これが一方では睡眠中の無呼吸も起こしやすくする一つのファクターであろうと考えられてるんですけどね。一応その一般論としてはこういうことになります。あと小谷先生からご追加いただければと思いますが。もうほとんど今の話で全てかと思うんですけれども、私たち産婦人科の場合、他の薬も含めてこういった相談よくあるんですが、ベースラインリスクということがよく産婦人科では言われております。一番妊婦さん気にされるのは奇形のリスクということになってくるんですけれども、もともと自然発症的にその3から5%、どんな妊婦さんもあるんですよということで、薬を妊娠の前の介入の場合にはもちろん減らしたりとか、やめれるものをやめると、不必要なものは、できるだけ中止するっていう調整必要なんですけれども、すでに飲んでしまって妊娠されている場合には、あまり不安を強めるお話し方をすると、妊娠を継続しない方がいいんじゃないかと、自分の今の赤ちゃんお腹の中にいて、また胎動もなくてわからない時期ですので、そういうふうにどんどん不安を膨らませてしまうこともありますので、薬を飲んでない人も含めて、そういったベースラインのリスクありますよというふうなことをお話ししております。
で、まあ、重要なのはやはり内服が赤ちゃんにとってもお母さんがその疾患を安定するためにはまずお母さんが健康でなくてはいけないということをお伝えして、まあ、内服が必要だよということをお話ししていくということになるかと思います。ですのでちょっとその原薬となった場合にどのような症状が出てきてっていうのはその方のケースバイケースってことがあるかなと思うんですけれども、ちょっとこの今ご質問いただいている方がどういう立場かはわからないので話がちょっとずれてるかもしれませんが、もし産婦人科のクリニックの先生であればやはりそういった長期間に大量に飲まれているような方の場合には総合病院で精神科と産婦人科があるような病院で管理してお話を一度聞きに行ってらっしゃいというふうにお勧めいただいて、まあ、そこで薬の相談もしていただくのがいいかな。よく最近ちょっとかなり重症な症例もありましたけれども薬をもう妊娠したんだったらもう飲むのやめなさいと言われて妊娠後期になって悪化されて緊急入院という方もいらっしゃいますので、そのあたりご家族も含めて初期の段階でしっかりその薬の必要性や調整といったことをお話ししておくということが重要で、まあ、原薬となった場合に悪い症状が出てきてから紹介というふうになるよりかはその方がより安全に過ごして出産に持っていけるかなというふうに思いました。よろしくお願いします。先生よろしくお願いいたします。はい、ちょっと原薬のことを僕は少し原薬の時のことなんですが少し追加私からもしておきますね。一つは、まあ、症状が出てくるというか再発再燃の可能性がある、まあ、これもその方の、まあ、ご病気の状態とかあるいはまあ今飲んでらっしゃる薬によってまた変わってくるんですがというのが一つと、もう一つは薬を減らすことによるリバウンドみたいなのが起こる場合なんですね。リバウンドが起こりやすい薬っていうのは、まあ、実は分かっていて、例えばベンゾジアゼピン系の抗不安薬っていうのを急激にボンと、切りますと、リバウンドっていうのが起こります。何が起こるか、例えば全く眠れなくなったとかですね、それは、眠るための効果が切れたというのは、むしろ悪化させます、不眠を。それから、一部の抗うつ薬はこういうことが起こります。実はちょっと特殊なんですが、パキシル、パロキセチンというお薬は、半減期は割と短めで、かつまた、ちょっと特殊なことを言いますが、自分の代謝酵素を自分で、阻害するという変な薬なんですね。ということは何が起こるかっていうと、お薬を普通は10ミリ、20ミリ、40ミリと、倍ずつにしていくと、血中濃度は倍に上がるんですが、それが急激にギュッと上がる人が出ます。そのためにものすごく血中濃度が上がっている人がいて、その人がバツッとやめると、そのためのリバウンドを起こすことがあります。SSRI の中止症状って言ってますけれども、こういうことが起きることがあります。そういったタイプの薬もあり得るので、そこら辺はよく主治医とご相談いただきながら、減らし方をご自身で勝手にコントロールせずにやられることはとっても大事かなというふうに思います。はい、それから次に行きます。職場復帰前に生じる産後うつは職場からのフォローが難しいと感じています。現状職場復帰までは何もフォローができていませんと。プライバシーの、配慮も踏まえて職場からどのようなフォローができるのでしょうかということでございますが、これは、まあ、渡辺先生にちょっとお聞きしようかなと思うんですが、はい、私が関わっている会社ではこう特にやっぱ職場でやっぱ産休育休中にフォローするっていうことはあまり実際にはこう決まった形ではされてないのかなというふうに思います。ただおっしゃる視点というのはとても大事なことだと思っていて、その育休等で、ね、休みしている時というのは、まあ、産後うつの問題もありますけど、例えばやっぱりその休んでいる不安っていうのは会社が一体どうなっているんだろうかだとか、キャリアの途絶だとか、スキルがやっぱりこう低下してしまっているんじゃないかって、さまざまなそのキャリアだったり復帰した後にうまくやっていけるんだろうかとかっていう不安がありますので、例えば あと保育園うまく入れるかなとか、そういったことも含めていろんな不安があるので、そういう意味でその例えば人事の担当者であればそういったそのキャリアの途絶がないある程度会社の情報を提供したりだとか、その休んであれにどういうことをやりますよ、会社としてはやりますよってある程度そういったいろんな不安も含めてフォローしますよっていうことを示した上で、そういった中で、まあ情報をある程度共有しますよ、連絡取りますよという事前にお伝えした上で、その中で
アプローチをしていくっていうような仕組みを作っていただくといいのかな。その時に体調どうですかっていうことも踏まえて、ちょっときその中に踏まえて確認するっていうような、その人いろんな不安に対する対応だったり、キャリアの途絶がないようだったりだとか、例えば新聞等でもその間にスキルが向上させたければそういったツールを用意してあげるっていうことも会社もあるようなので、そういった中で産後うつっていうことも人の中の一つとしてちょっと情報提供したり、情報を把握したりっていうことをされるといいのかなというふうに思います。ありがとうございました。産後うつに限らず、これまた一般論で一応話をしておきます。よいしょ。精神科医の側はこれを欲しております。産業保健スタッフによる精神科治療の側面支援と、こういうふうに言ってますが、主治医とコンタクトしてくれと。もちろん守秘義務は重視しつつです。で、患者さんの了解を得て、基本は患者さんと共に訪問してほしいんですね。診断中の内容について情報を得てほしいし、こちらとしては職場、職域での患者さんの状態について情報を欲してるんですよ。で、病前や発症後、で、会社側の対応についての情報提供、休職期間どれぐらいで、リハビリ出勤制度等があるのかないのかっていうようなことですよね。で、ご家族とももちろんコンタクト取ってほしいんですが、要するにですね、これ産業医と書いてあります。産業保健スタッフと考えていただければ、主治医とか診断とか職場の情報でこういう双方向的にやり取りをすると。復職のところでも、どういう状況なのか、特に復職準備性の評価っていうのはお互いにやらないとこれなかなかうまくいかないんですよ。で、再発予防上も、こう復職のプログラムと職場環境調整についてもお互いの情報交換をというふうに私からも申し上げておりますので、ぜひお願いをいたします。